しっかりついてこいよ。どう、楽しい？まだ振り込みはなしか。今月はいつまで経っても悪魔青少年基金からの振り込みがない。魔王争奪戦が始まると魔界の全予算が魔王候補生のために使われるらしい。月にたった44,400円だけど、アルバイト生活の俺には大金だ。つまりあれだ、もう始まってるの？魔王争奪戦。ご主人様、この漫画捨てますね。待て、なんてことするんだよ。やめろ。このフィギュアをゴミ箱にポーイッと。おい、人の話聞いてる？はあ、この世俗にまみれ切ったお部屋、次期魔王様のものとは思えません。人間界の文化に染まりすぎていませんか？ほっとけよ、俺は魔王になんてならないし。このアニメの DVD もポーイ。だから勝手に捨てるのやめて。ご主人様、こういうのは早く卒業してください。早く大人にならないとダメですよ。子供でいいんだよ。あー、俺の珠玉のコレクションがゴミ箱にぶち込まれていく。これで少し。それではひよっこ候補生のご主人様のためにモナがこんなものを用意しておきました。じゃーん、教えてモナ先生。モナはそう言うと一冊の本を取り出した。悪魔は契約者となるに、そうやって得た人、あなたの命令に従うつか。魔王候補生は魔王争奪戦けどさ、その契約者になる人間って。受け取ったのは怪しい。信じる者は救われる。バラ色の未来。なんだ、知らモナ、企業秘密。モナ、まさかこのチラシを見てきた人間を。こんな怪しいチラシ
早速その依頼者も。素直についてきてくれてよ。ごねるようでしたら。怖いよ。引っ張るな。なんてバカ力だ。手がちぎれる。怖いのも痛いのも。ご主人様のヘタレ。バカ。確かに。どう考えて。さあさあ。の扉が開いてる。まだ契約を完了し、うわ、床がネバネバじゃないか。魂のダンジョンです。すでに契約は始まっています。この世界デメテル神話の女神。はい、契約を結ぶ際チャイその新しい名前を闇デメテルを探し出し、じゃあまずその通りです。人間である拒絶。オートスキルをタップすると自動でスキルを使用します。ただしドライブスキルは直接操作する必要があるので注意してください。なんだ。いや、あの、さあ、契約者が悪魔を招き攻撃して。魔王候補、それに心配あり、多分。魂のダンジョンでの戦闘はつまりなあ、もそうですね。よあらら、面白いご主人様。you
人を撃て。こんなの。それも人助けである。なんだ。魂のダンジョンは予想より広、しばらく探し回って。なあモナ、きっとね。じゃあ。そうですね。ところで、騒がしいと思って来てみたの。足元が明るいうちにお引き取り願えないかしら。こんにちは。姿になったわね。何よ、私をバカにするのはやめて。バカになんてしてないわ。こちらの目的は分かってるはずよね。目的？ああ、そいつのチャイルドになれってこと。正解。ちゃんと理解してくれるなんていいわよ、なってあげようじゃない。ただし条件があるわ。私をもっともっと楽しませてみなさい。退屈なんてまっぴらごめんなんだから。やるじゃん、ダーリン。だ、なんか私、あなたのこと気に入っちゃったかも。だから、これで終わりじゃん。面白くないわよね。じゃあ、またね。